いや、ポーズ変えてください、なんか動画なんで。そのポーズが今はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回は LDJ のドラコン大会にお邪魔いたしました。はい、LDJ 代表の高橋大郎です。どうぞよろしくお願いします。はい、そして今日ご紹介していただく選手は、うちの LDJ の契約選手、はい、豊田達弘、はい、プロと申します。はい、よろしくお願いします。はい、豊田選手は、どういう実績といいますか。はい、豊田はですね、はい、今まで本当に数字すごい出してたんですけども、はいはい、ドラゴンに集中し始めたのが去年からなんです、実は。はい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 、それで試合に出していろいろテーマを決めた練習、うん、あと肉体改造、はい、今かなりパンプアップしてきましたけども、はい、やり始めたら、うん、コントロールも良くなってきますし、飲み込みがすごい早いんですね。うん、で今では日本最速のヘッドスピードと言われるまでに、ここ1年でなりました。ほう、トラックマンで測られたことあります？はあります。あ、どのくらい行くんですか？一番出た時64、64、ね、はい、はあ、私が現場でこの間見た時は、はい、400ヤード越しました。けーはい、いや、さっきちらっとそこで音を聞いたんですけど、今まで聞いたことない音がしてたんで、なんかただものじゃない人がいるなと思ってたんですけど、ちょっとあえて見なかったですね、あんまり。ちょっと最初の第一リアクションが慣れちゃうといけないんで、本当に僕初めてちょっと見せていただくんで、ちょっとまず一発目見せていただいていいですか。はい、で横田さんね、はい、我々のこのドラゴンの業界では、はい、割と目立つ選手、強い選手にドラゴンネームがつくんですよ。はい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 、はい、で彼がこの肌黒いですよね。そうです、はい、で褐色の弾丸。褐色の弾丸はい、褐色の弾丸ですね。はい、オッケーです。こう紹介するときには、はい、まあ、褐色の弾丸、豊田達弘プロ登場です。なるほど、そんな感じでやりますんで、はい、僕の腕の3倍あるじゃないですか。いやいや、それはいいっす、いいっす。いやいや、マジであるでしょ。3倍でしょ、これ。もやしですよ、これ。いやいやいや。どうぞ、いろいろ、データを見ながら、お楽しみいただければと。じゃあ、論より証拠で、ちょっと一発打っていただきたいと思います。すげえとかじゃなくて、このトラックまで数字で出ますから。じゃあ、ちょっと、やってみてください。はい。はい。それで、よろしくお願いします。はい。クランク、フォーミュラー、X でいいですかね。はい。X の4度。4度？はい。ちょっと見せてもらっていいですか？はい、4度です、4度。4度、どう？え？フェースが見えない。皆さんやっぱ4度3度なんですね。うわーうわー、これジャンボさんのパターぐらいゼロだよ、ゼロ。あ、すいません。4度ないでしょ、これ、はい。4度。もしかしたら。あ、シャフト、シャフト。シャフトは自分最近柔らかい。はい。振動数248しかないんですけど。だいたい何に相当するんですか、248っていうと。S ですね。S？ はい。なんていうシャフトですか？パダーソンの S プラス、はい、の S ク、あ、柔らか、あ、そうですね、カイルとマルチ同じスペックですね。カイルバークシャーとマルチ一緒です。ヘッドも4度で、4度でこっちも同じシャフトです。おえー、なるほど、はい、なるほど。じゃあちょっと今、はい、体の感じは どうですか今。ウォーミングアップ的な、まあ、先ほどケンさんにも言われてたんですよ、トレーニングもう前回今もまだやってる最中なんで、あまりなんですかね、本調子ではないかもしれないですけど、今ちょっとパンプしちゃってる感じ。そうですね、だいぶ。はい、じゃあ、ちょっと本調子じゃないでしょうが、はい。はい、すいません。ちょっと、はい。今できる全力を。はい。はい。お願いします。いいですか？ん？あ、じゃあちょっと。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。キュー！吹いちゃった。ちょっと。キュー！ボールスピード 91.8 ってのは見たことないんだけど。61.5。めちゃくちゃ吹き上がってるけど、354。ね、やばいね。ちょっとすいません。吹いちゃったっす。吹いちゃった。吹いちゃったっつって354だから。もうちょっとスピン量抑えて。はい。はい。
ひえー雲に当たる。何吹いてんのかな。スマッシュファクター 1.51。すごい。まあ、2700。ちょっと多いですね。ちょっと多いですね。364.8。あら。くぅボールスピード 91.8 だよ。俺絶好調で70超えて喜んでんだから。もうちょい。スピン量。もっとこうか。クロスで。いや、くわあの、3段ロケットっていうのは聞いたことあるけど、6段ロケットぐらいいってるから。これ皆さん絶対これ現場で見た方がいいですよ。男子ゴルフのね、トーナメントも面白いけど。これ絶対見た方がいい。そうですね、ちょっとクラブ変えます。はい、クラブ変えます。はい。はい、どう変えます？これ 3X ですか、シャフト。あ、トリプル X。はい。ヘッドは一緒です。はい。なんかみんな、なんか柔らかいのと硬いの2個持ってるよな、みんな。おお、これはやっぱちょっと重たい球出ました。やっぱミート率はちょっと悪かったけども、ボールスピードもちょっと遅いけど、多分これ距離はいって、おら !376! なぜならスピンが、そうですね、今、まあ横田トラックマンで行けば2000回転ぐらいだと思います。まだ打つか、もうちょい。376ヤードですよ。やばいね。一球練習で、はい、はい。練習だって。ちょっとまあ練習でね、ちょっと飛んじゃった、すいません。いやいや、やっぱこっちの方が走るよ。なんか走っちゃうんですね。すいません、すいません。あ、落ちちゃった。何があのマークが、あ、ステッカーがね、はい。直道さんもよく叩くと帽子が吹っ飛ぶけどね。ふわー、出た出た出た。62.3 の 93.4。 383ヤード、1600回転。皆さん、1600回転って僕らが打つともう落っこっちゃうんだけど、1600なのに弾道としてはまだ伸びてました。あ、だね、そんだけスピードが速いってことですよ。僕が1600だとこう潜っていく球になっちゃうんだけど、ドラコン選手の1600ってまだクーっていってる。93.4 だよ、これ。これスクショもんだね、これ。あれ？ビデオ止まってます。スクショ。これ、まあもう、スクショもんだ、これ。スクショもん。スクショもん。ギュッ。はい、スクショもん。はい。あれさ、もう、あれですかね。はい。じゃあもうこれで、これでいいですかね。あ、それで。記録としては。そうですね。はい。あ、ラスト。ラスト。はい。すいません。まあこれでも不満なそうで、ラストいきます。きやー、振ったで。振った振った。あ、でも 62.3 だ。いや、これダブル読みっすね。これは。これはね。うん。すいません。スピンのダブル読みかも。ありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございました。はい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 。豊田選手、ありがとうございました。どうぞ、ありがとうございました。いやー、ちょっと、はい、すごいっすね、やっぱり。ありがとうございます。最高で、ヘッドスピードは64。そうですね、トラックマンと64点いくつだった気がします。あんまり大きいですけど。はい、カイルバクシャで、だいたい60。いや、けど、あいつマックス多分9ぐらい出しちゃうんじゃないですか、ね。69。はい。普通に打つと。普通に。カイルバクシャが普通に打つと。145マイルなんで、
いくつなんだろう、62ぐらいできますかね。ああ、じゃあもう、でもほぼほぼ、いけるんじゃないですか。いや、けどもうちょっと、やっぱパワーも、体のキレとかもまだまだ足んないんで。はあ、今、身長は何センチですか ?184 です、ね。184。はい。で、体重が110キロ。110。はい。ちょっとここで、一般の方でもわかる、できるような、はい、ちょっと飛ばしのテクニックっていうか、コツをちょっと教えていただきたいんですけど、はい。ちょっと、例えば何を一番気をつけてるっていうか。自分は一番、こう、ためですかね。ため。はい。ホップ上げて、切り返した時に、はい。ここが、ほどけちゃうと、もういくら振っても、スピードって出ないんで、はい。はい。ここで、切り返した時に、ここの角度がちょっと鋭角に、グッて入ってくると、ここに角度ができると。そうですね。あ、すいません。ありがとうございます。はい。どんな感じで、まあ、トップ上げて、はい。まあ、ドラコン選手は結構、はい、こう入れてくるんですよ。自分あんまり入れないタイプで。あ、なるほど、なるほど。はい、で、切り返した時にけど、ここで体にこう近づく。で、ここの角度がグッと。いわゆるちょっと、こっち向いてやっていただきたい、はい、ちょっと若干シャローイングが入ってますよね。ああ。大きく切り返した時に、こういうふうに、この角度が、こう強くなるように。はい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 。で、そのまま、もうリリースしないで自分はもう、打っちゃいますね。おお、じゃあ今時ですね。はい、もう GG とかみたいな。はい、こういう、はい、正面で打つとかじゃなくて、はい、もうこのまま振り遅れたまんま打ってっちゃう。そうですね、そのまま。これも野球打ちですよね。あ、本当ですか。はい。やっぱ以前野球ずっとやってたんで。なるほど、なるほど、はい。やっぱ野球はこの動きはもう最後の最後で。はい、あ、そうですね。ワンと。ボール当たった先でヘッドが伸びる。感情ゴルフでも自分はやってます。はい。あ、クローズ。そうですね。やっぱ、そこも野球やってたんで、どうしてもこう、外からこう入りやすいんで、はいはいはい、クローズしても、インサイドからこう、クラブが来るように意識して打ってます。なるほど。はい。だいたい、どのくらい結構、いっちゃってますね。はい、あ。このぐらい。あ、そのくらい、フックで。はい、はい、いっちゃってますね。はあ、それで、どういう感じですか？来て、こういうふうに。なるほど。やっぱ、ハンドファーストで打つんで、上体が伸びちゃうとボールに当たらなくなっちゃうんで、はい、体を倒してゴールに当てていきます。あ、はい、なんかアドレスの時もちょっとこ う, あ、そうです、ね、倒してやられてます、はい、そうですね、そうですね。なんかやっぱり、プロの世界でもちょっとやっぱりドライバーの場合はこの背骨を倒すっていうのがなんか常識になってますけど、あ、そうです、ね、やっぱりそういう意識を持ってるっていうことですね。そうですね、こうしてた方がこう打ちに行った時に前傾が保って打てる感じがするので、なるほど、どんどんこういう風になっていきましたね。なるほど、はい、あとはどんなポイントがありますか？あとですか、はい、あとは、まあ、体重移動、体重移動、そうですね、はい、軸、はい、回転する軸の位置ですかね、はい、あんまり自分左で回転しないでもう右側で全部右側で回転してますね。なるほど、はい、利き目右なんですか？あ、そうかもしれないですね。あのベンチプレスやってて180キロ上げた時に、はい、左目が眼圧でぶっちゃけちゃって、今もうほとんど見えないような状態になっちゃってて、あ、それなんかどんどん右になっちゃってますね。え、ベンチプレスで、はい、左目が、なんか眼圧で飛んじゃったって言われたっすね。はい、命かけてやってます。はい。そういう、やっぱり厳しい世界なんですね。そうですね。そうなんですね。いや、もうぜひこう皆さん、この、本当に目がね、そうやって怪我してしまうぐらいトレーニングを積んでるこの弾道、ぜひ皆さんにこう見てもらいたいですよね。はい、ぜひ、はい、見てほしいです。ちょっとやそっとではそのね、コツとかを簡単にこうやって聞いてますが、いや、そんなそんな。まあそういうちょっと努力をされてるっていうのを聞くと、もう本当に貴重な皆さん、ね、テクニックですから、はい、ぜひこういうのを参考にしていただいて、ゴルフの飛ばしの、ね、はい、役に立てていただきたいと思います。はい。はい、今日本当ありがとうございました。ありがとうございました、はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい。褐色の弾丸を見せていただきました。はい、豊田選手、はい、本当はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、いいねボタン、チャンネル登録いただきますと嬉しいです。それでは、さよなら。さよなら。